出版社にて、すり上がった、毛沢東選集を整理する、作業員、毛沢東選集を掲げる中国人民、毛沢東選集は、1926年から1957年までの毛沢東の著作物を集めた前後間の著作集で、ある。1951年以降、順次人民出版社から出版された、毛線と略称される。 1949年から1957年までの著作物を含んだ第5巻は過国法の指導の下で出版されたが、その後、イデオロギー的に誤りがあるとして出版、流通が停止された。文化大革命の10年間に人民出版社は870種類の毛沢東選手を出版し、総計3億2500万部の文庫本と255万部の ハードカバーの中国語版を制作した。また、毛沢東選手は14の言語に翻訳されている。1945年の中国共産党第7回全国代表大会の後、毛沢東思想は中国共産党の指導思想の一部となった。国境内戦の間、共産党の支配下にあった各地域では、地域ごとに非公式な毛沢東著作集が出版されていた。 その種類は21種類と推定されている。1950年、毛沢東がソ連を訪問した際、ヨシフ・スターリンは毛沢東に著作集を出版することを提案した。1950年5月、中国共産党中央政治局は、劉少期を委員長とする毛沢東先週編纂委員会の設立を正式に決定した。実際の編集作業は、 地震発達が中心となって行われ、故郷木と田谷が補佐した。編集された原稿はすべて毛沢東自身が修正し、出版の許可を与えた。公式に出版されている前後館の先週には、1926年から1949年までの毛沢東の重要な著作物のほとんどが収録されている。選書の各館には、各館に収録されている。 各戦書の歴史的背景を参照するための詳細な注釈が付されている。第1巻は1926年から1936年に抗日戦争が勃発するまで中国の革命的内戦に関連した著作物17編が収録されている。1951年10月12日に人民出版社から出版された。価格は1万5000人民元で、 20万部、印刷された。第2巻は、毛沢東の哲学的著作、矛盾論から始まり、対日戦争の初期の1937年から1938年までに、執筆した著作40編を収録している。1952年4月10日に、人民出版社から正式に出版、配布され、価格は2万5千円だった。第3巻は、日本と、 中国国民党の両方に対する軍事戦略を論じた著作物を取り上げ、抗日戦争末期の1939年から1940年までの間に発表された著作から抜粋した31編を収録している。1953年4月10日に人民出版社から正式に出版、配布され、価格は1万5000元だった。第4巻は、 1945年の日中戦争終戦から1949年の中華人民共和国建国までの間に毛沢東が執筆した全70編の著作を収録している。1960年9月30日に人民出版社から正式に出版、配布され価格は一定に4元だった。第4巻の出版後、中国共産党中央委員会は、 もう卓東著作翻訳室を設置し、全4巻の先週を様々な外国語に翻訳して出版した。その後、この翻訳室は、共産党中央委員会文献翻訳部へと発展した。4巻分冊の版の他に、全4巻を一冊にまとめた版もある。第5巻には、中華人民共和国が建国された1949年から1957年までの、 著作70編が収録されている。1977年4月15日に、人民出版社から正式に出版、配布され、価格は1.25元であった。第5巻の編集作業は1967年に始まり、当初の準備作業は、週恩来を名目上の責任者とする中央文化、革命省総理論家が行ったが、すぐに中断された。 1969年に後世の指導の下で、再び作業が始まったが、毛沢東の承認を得られなかったため、再度中断された。毛沢東は、建国以降の著作や演説が、先週のそれ以前の巻に収録されたものに比べてまだ少ないと、感じ、時期尚早であるとして、第5巻の制作に反対していた。毛沢東の死後、過酷法は、 毛沢東殖先第5巻の出版を継続することを決定した。4人組失脚後の1976年10月8日に作業が再開され、大東稿を名目上の責任者とし、実際に編集作業を担当したのは、リ・クレレーニ氏、コナワ・クママだった。第5巻の出版後、過去国法は、編纂委員会を維持して、第6巻の出版に向けて、 準備を進めていたが、当昌平が政権に就いたことで、中共中央委員会は、毛沢東の個人崇拝的性格を主張しなくなった。1980年、毛沢東専修編纂委員会は、中国共産党中央委員会文献研究室に改祖され、それ以降、毛沢東専修の増補版は出版されていない。第5巻の内容が、1981年に、 採択された建国以来の党の若干の歴史問題についての決議や当時実施中だった改革開放政策と矛盾しているとして1982年に第5巻は廃刊となり流通が停止された。中共中央委員会はもう東選手には一部の論文しか掲載されておらず特に建国後の論文が掲載されていないという欠点を補うために 1990年代に、毛沢東文集、毛沢東早期文稿、建国以来、毛沢東文庫を出版した。中国共産党中央委員会の決定に基づき、文献研究室は、1991年の中国共産党創立70周年を機に、毛沢東先週第1巻から第4巻までを改定した第2版を刊行した。第1版と比較して、 第2版では、個々の語句の訂正だけでなく、注釈が一新され、1930年に毛沢東が書いた反対本本主義に反対するという論文を追加し、付録に毛沢東が書いたものではない、中国共産党第6期中央委第7回総会で採択された若干の歴史問題に関する決議を再収録した。 毛沢東選手第2版の表紙の大事は、当昇平によるものである。インド共産党、毛沢東主義派が、インドで、第6巻から第9巻までを制作し、シカンダラーバードのクランティ出版とハイデラバードのスレミカワールがプラシュラナールによって出版された。中国共産党は、毛沢東選手の他の巻きを承認も推奨も、していない。ありがとうございます。